にちは、革新です。今日は1月7日木曜日、東京は晴れです。晴れてます。最高気温11度、最低気温2度、降水確率は 10% です。近々、明日かな、緊急事態宣言が発令されますけど、皆さんもかなり飽きてきてると思いますけど、外出は控えてくださいね。今日はデレク・ジャーマンについて紹介したいと思います。このデレク・ジャーマンズ・ガーデンっていうね、本をツタヤかな、見つけて、これ海外のやつなんで全部中は英語で書かれてるんですけど、ただね、こう写真だけでもかなり楽しめるん でこのデレク・ジャーマンって人なんですが、イギリスの映画監督さんで、作品一本見たことないんですけど、なので、彼は映画監督ってことに関しては知識はないんですが、その、HIV に感染してからの彼のこう庭仕事っていうんですかね、それが収められてる本なんです。で、晩年をね、このイギリスのちょっと砂漠に近い土地で、彼がこう庭をいじりながらね、暮らした日々がこの本に収められてるんですけど、この庭っていうのが普通のガーデニングとちょっとかなり違ってまして、こう木の棒に石が刺さってたりとか、こうちょっと禅みたいですよね。こうなんか箱庭みたいな感じで、枯山水みたいなイメージなんですかね。こう木の棒が立ってて、周りをね、こう砂がこう波紋があるんですよとかね。こう植物も育ててるんですけど、こういう小さいけど木の枝にね、鉄のなんかこうお皿みたいなのが突き刺さってたりとか、木の先にね、石が刺さってたりとかして、ちょっとね、こうカルトガーデンみたいな、近くにね、こう住んでたら多分行けないと思うんですけどね。子供たちの間で子供食べるみたいな噂が広がりそうな、これとか木と鉄のねハイブリッドみたいな、かっこいいですよね。こういうの至る所にあって、不思議な庭なんですよ。これこういうね、こうなんだろう、季節の花々とともにそういうオブジェ的なものが刺さってたりとかして、これを最初見たときは、こうね、こうクワなんですかね、こう畑を耕すクワですよね。ここに石がね、一個一個刺さってたりするんですよ。で、朽ちてる感じとね、そういう生き生きした植物の生命感っていうか、そういうのがね、相まってこう不思議なね、世界が作り上げられてるんですけど、いつかこんな庭が持ちたいなと思って想像してますが、でもその関連というか、マンドラゴラっていう伝説の生き物がいて、引っこ抜くとね、悲鳴を聞くと死んでしまうって言われてる、こう木の根っこなんですけどね、これ作ってみたんです、ちょっと前に。マンドラゴラ、こんな感じ、枯れた、ドライフラワーとか枯れた木の根、これ根っこなんですよ。木の根っことかね、枝、本物の枝なんですけどと、こう、ね、樹脂粘土を組み合わせてキャラクターをね作って、なぜこういろいろ作ってるかっていうとね、こうなんか子供みたいなキャラもいるんですけど、いつかね、こういうのを作りためて自分の庭を持った時に、こういう王子をね、点々と庭に置いて、それでデレク・ジャーマンみたいな石とね、枝とか鉄と枝みたいなオブジェをね、こう置いて、そういう庭が作れたら素敵だなっていう、ちょっと一つの夢なんですけどね。こんな感じでコマンドラゴラたちも作りためてます。で、ターシャ・テューダーとか、庭ガーデンで有名なちょっとターシャ・テューダーとか、あとね、いろいろいると思うんですよ。英国式ガーデンとかね、 NHK のオンデマンドとかでもいろいろ見れると思うんですけど、そういうのも好きなんですが、その中でもかなりこう異質な人っていうか、デレク・ジャーマン の庭はね、かなり異質な庭だと思うんで、刺さる人には刺さると思うんですよね。で、これも出版されてるんで、海外版ですけど、デレク・ジャーマンズ・ガーデン、ぜひちょっと不思議な庭を見たいなと思った時はこの写真集見てみてくださいね。っていう感じで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっと今日ね、かなり冷え込んでるんで、関節などもね痛いと思うんですが、
ゆっくりしてくださいね。ではまた明日、バイバーイ。長寿と繁栄を。